護衛艦伊勢に、お越しくださいました。これから短い時間ですが、この5名で、ナッパ水槽の展示を、行っていきます。その前に自己紹介を一人ずつ、します。本日司会進行を務めます、佐藤と申します。出身は、宮城県です。家族構成は、妻一人、はい、そうですね、一人ですね。で、2歳、まもなく2歳になる男の子。私、入籍しましたのが2007年の7月7日の、7時7分に、嫁に婚姻届を出しに連れて行かれまして、まもなく5年経ちますが、まあ、嫁がちょっと計算高いもので、2人目が、入籍しました。今度7月7日に、女の子が、生まれる予定です。はい。じゃあ一人ずつ私が紹介します。小玉二曹です。出身は、大分県、31歳です。子供が3人おりまして、はい、頑張ってます。はい。で、趣味は、サイクリング。この晴海に来る前に横須賀に、まあ、入港していたんですが、自転車で、マグロの有名な岬と、鎌倉の方に、1日かけて、サイクリングに行きまして、やっと腕の日焼けが目立たなくなりましたが、帰ってきた日はもう真っ赤で、真っ赤でした。はい。以上です。あ、そうです。7月1日に、児玉二曹なんですが、一つ階級が上がりまして、私と一緒の階級に上がります。はい、以上です。柴田一三曹、26歳、佐賀県出身です。はい。まもなく後方エレベーターにて私が知る限り、まあ、こう見てもいい男ですし、いいもみあげをしてるんですが、女性とね、はい、今も彼女がおりまして、はい、幸せな毎日を送っております。で、趣味はブラックバスという魚を釣るのが趣味で、彼女そっちのけで、ブラックバスを釣ってると。はい。で、日渡し三曹につきましても7月1日に隣におります児玉二曹と同じ階級賞に承認いたします。以上です。中本さんと、ちょっと老けてると思い老けてると感じるかもしれませんが、31歳、子供が2人、おります。なぜか、まあ、私と児玉にそ、まあ、最大者ですが、なぜか小遣いを使い放題で、いろんな港に行ってセレブな生活をしていて、ああ、羨ましいなぁと。まもなく、後方エレベーターにて。お寺を見て回ったり、神社を見て回ったりと、いろんな港に入ったら、城だね、城。城を見に行ったりと。船がいろんな港に行くと、すぐ、城を見に行くという趣味を持っております。はい。7月1日には承認はいたしません。吉岡市長です。出身は、東京都。なんでやねん。東京都。なんでやねん。大阪府出身です。年は、20歳です。で、自衛隊に入って、2年になるんですが、こう皆さんの前で、ラッパをこう水槽するの、皆さんに披露するのは初めてですので、緊張していると思いますが、皆さん温かい目で、見てください。後方エレベーター確保させます。じゃあこれで自己紹介終わります。ちょっと皆さんパンフレットをお持ちだと思いますが、護衛艦伊勢についてちょっと説明いたします。
護衛艦1隻は昨年の3月に就役しまして、今約1年3ヶ月、経ちました。で乗組員については、320名ほど乗っておりまして、うち、20名ほど、女性自衛官が勤務しております。同じ屋根の下じゃありませんが、同じ船の中で、仲良く勤務、しています。あとのことはパンフレットを見てください。はい。次にですね、ラッパーについてちょっと説明します。ラッパーはですね、トランペットと違いまして、ピストンがありません。で、5つの音をが出ます。5つの音が出まして、それを組み合わせて、曲として、いろんな曲、まあ、海上自衛隊独自の曲を吹くというふうになってます。今4人並んでおりますが、上手い人もいれば、あまり上手じゃない人もいますが、まんべんなく拍手の方を。では1人ずつ、5つの音をお皆さんにお聞かせしたいと思います。はい。1日の流れに沿って、曲をこれから吹奏しようと思いますが、その前に注意事項を2件ほどお願い事項というか、皆さんカメラとかビデオカメラをお持ちだと思いますが、ビデオカメラで YouTube の方にアップ しようと思っている方おられますか？ちょっと伊勢見学しに行ってはちょっとみんなに披露したいっていう人がいたら、ベストポジションで、うまく映してください。で次にですね、みんなこう4人緊張しておりますので、ラッパーを吹き終わった後に、皆さんがシーンとしたり、まばらな拍手であったり、吹き終わったからちょっと間があったりすると、皆さんこの4人が傷つきますので、吹き終わりましたら最大限の拍手を持って、お願いします。後方エレベーター上昇させ